イスズ BUBU04 国際工業イスズ BUK はイスズ自動車が1962から1980年にかけて製造・販売していた大型バスである。BUK の前身 b c 系、b c 1 5 1 p 車体は富士重工 R 型、R11 型用途は自家用線後のイスズ BX 型 BXD 型ボンネットバスキャブオーバー型バスよりも 収容力の大きいバスとして、BA 型 O 型9メートル級バスが開発されていたが、高度経済成長期にはより人員の収容力を増した BC 型バスが開発された。1962年、高速道路時代の到来に合わせ、DH100 型ターボ付きエンジンを搭載した BU20PA 型が作られ、国鉄に納入された。BU20PA 型は高速路線バスとして、 運用するための試作車で、日の車体工業の前身である、帝国車体工業製の車体が仮装された。翌年発売となる BU10-20 試作車を基本としたものであった。1963年 BU20P を基本として、DH100H 型ターボ付きエンジン、高速仕様のファイナルギア、エアブレーキ、渦電流式リターダを装備した高速仕様車 BU。 30P も設定された。この BU30P には、イスズ自動車と川崎航空機が、軽量高速使用車体として1961年により、研究していた、警合金制の川崎丸型車体が仮装された。この車体は後に、オバキューと呼ばれる、独特の流線型と固定窓が特徴であった。 1965年にホイールベース5.2メートルの BU15 が追加された。オバ QBU30P の廉価版として、高性車体、引き違い窓の BU15P として設定された。以降観光モデルについては、イスズスーパークルーザー1960から1970年代前半までの、イスズ観光、高速バスを参照。ユーザー側の希望により、 日野自動車や三菱自動車工業のシャーシに、川崎丸型車体を仮装した例もあった。1963年2月、b c k に搭載していた DH100 型エンジンを水平化した、予熱燃焼式 DH100H 型エンジンを搭載した、路線用、観光用リアアンダーフロアエンジンバスとして登場した。ホイールベース5.0メートルの BU10。 5.5メートルの BU20 が設定され、エアサス車、ターボエンジン車も設定されていた。車体は4等式ヘッドランプが標準となり、BA 以来と同一の標準車体である、川崎航空機のほか、富士重工業、帝国自動車工業、北村製作所、京成自動車工業が仮装を行った。1965年川崎航空機製の標準車体が、 モデルチェンジされ、雨どいが全周でつながった処理と、H ゴム指示の固定式立石窓をやめ、天地寸法の大きな二段式アルミサッシ窓を標準とする特徴的な姿となった。上窓は加工式で開閉可能なものが標準であったが、廉価版として固定式のものも存在した。この車体には観光、貸切タイプも設定され、オバ Q の丸型に対して、 角型と呼ばれた。1966年、マイナーチェンジにより、ホイールベース4.8メートルの BU05 が追加された。BU05 は BA30 と、ホイールベースは同一であるが全長は長く、エンジンも出力が高いものとなっている。1967年には、経済性を追求した直粉 D920、H 型エンジン搭載車。 高出力型の E110H 型エンジン搭載車が追加された。同時に DH100H 型エンジンも 195PS に出力が向上された。内直噴 D920H 型エンジンは、イスズ大型標準路線バスとして普及したイスズ、CK の CJ シリーズの基本となる。1969年、BU05D をベースに低唱化を行った試作車を、 東京モーターショーに展示したサスペンション構造の変更により床面高さを80センチメートルに抑えた。ボッティは前面ガラスを平面に前窓とし、方向膜、系統膜を一体化した横長の窓としたほか、前扉は左右に開くグライドスライドドアが採用された。翌年から BU06 として量産された。1970年、高出力型は 直噴 E120H 型エンジンを搭載し、形式末尾が軽に変更となった。1972年、車種の整理、追加とボディの変更を行った。軸重バランスの改善のため、全長とホイールベースは変わらずにフロントオーバーハングが長くなった。また、E120H エンジンを 260PS に出力向上した。b u 0と BU06 は、 集約統合され、BU04 となり、新たにホイールベース6メートルの BU35 が追加となった。標準仮想の川崎航空機の地の川重車体工業は1969年の低床試作車と同様の全面スタイルを採用し、後面も屋根までの大型の平面2枚窓とした。後面方向膜を装備する場合は小型の平面2枚窓とした。なお、 車体前面の平面窓は1976年に曲面ガラスも選べるようになった。製作期間中、安全視野の確保のために扉窓ガラスのサイズ変更のほか、1975年までは、後面左側にエンジンを冷やす回転ファン用の金網が設置されていたが、騒音規制対策により閉じられたり、当時求められていた路線車両の冷房化と前面の 大型方向幕開の対応、低照化も各仮想車体会社共通に試みられた。なお、川重車体工業製の標準床は前面の牽引フックが横向きであるのに対し、低照は前面の牽引フックが縦向きである。CK 試作車体の BU04JR バス関東、川重車体仮想車のうち、1978年に、 当時の国鉄バスに納入された数台の BU04 は1980年以降の C 系の試作車体で正面方向膜周りの処理が量産タイプと異なる以外は C 系とほぼ同形態である。観光タイプのボディは1973年に全面が傾斜した 73SC 型に変更になった。バンパー左右が髪型に張り出してヘッドライトを囲む。 独特のデザインであった。標準仮想の川重車体工業以外に、富士重工業、西日本車体工業、北村製作所製車体があり、国鉄バスのように、日野車体工業の車体を採用した事業者も、わずかに存在した。1980年、後継の CK 発売に伴い生産終了となった。東京板橋区の板橋交通公園で、 元都 A バスの1975年式の BU04V が展示されている。また、大田区の小木中公園にも同型車が都電7500型とともに展示されていたが、展示状態が大変悪かった。同社は2006年頃に都電とともに撤去された。最後の現役車であった元国際工業バス、岩手県交通の1980年式 BU04。 更新工事により2006年3月26日に、埼玉スタジアム2002でのイベントで展示された後、トミーテックに引き取られ、栃木県三部町のおもちゃの町に保存されている。1972年、排出ガスや騒音による公害の抑制のため、伊須津自動車、川崎重工業、富士電機、住友重機械工業、新神戸電機、湯浅電池が共同で開発した。 航続距離を伸ばすため、サイリスな直波制御とし、回生ブレーキも採用して、電力消費を抑制した。また、使用済み電池と充電済み電池を3分で交換する、大掛かりな装置も考案された。BU05 をベースとした2台が、大阪市交通局に納入されて、青空号と名付けられて運行された。走行音が小さく、バスの接近が気づかれないほどであった。 バッテリーのコストが高いことなどから後継者はなく、1982年に廃車となった。1972年、電気バス同様に排出ガスや騒音による公害の抑制と電気バスの航続距離延長のため、伊須津自動車、川崎重工業、富士電機、小賀電池、東京都交通局の共同開発により、4台が 製造されと A バスの大塚営業所と深川営業所に2台ずつ配属の上運行された。BU05 ベースに 3.3L ディーゼルエンジンで交流発電機を駆動し、クラット式鉛蓄電池に蓄電し、直流直巻モーターを駆動した。発電は効率が良く、排気の少ない状態での低回転で行い、負荷の少ない時は電池のみで運転するシリーズ式とした。また、 原則、制動時には改正ブレーキとして蓄電することで、電池の消費を抑制していた。イニシャルコストが、一般のディーゼルエンジン車の3倍であること、蓄電池が1年程度で寿命となることから、ランニングコストが4倍であることなどにより、実用は困難であるとの結論となった。1976年に2台が部品取りとなって、運用を外れ、1978年にはべて、 廃車となった。上高停車の際に扉を開閉操作し、時間が経つと、ポン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 という音を発生させる。これは空気圧縮機によるもので、DH100H 型エンジンを積載する標準の BU と直噴 D920H 型エンジンを積載する BUD の2車種だけの特徴である。なお高出力型直噴 E120。 H 型エンジンを積載する BUK はコンプレッサーが異なるためこのような音は発生しない。大型ディーゼル車両では二速発進が基本とされているが、噛み合いを干渉調整するシンクロメッシュが三速以降に設定されているため発進時のレバー操作に一工夫を要した。これは後継の涼しい経系にも共通している。またシフトノブにオーバードライブ使用者は OD と直結ギア使用者は5と刻印されている。BU04 の運転席バッテリーのインジケーターがオレンジ色になっている。標準の周減速比は5.571なお、小田急バス、東急バス、国際工業では基本がオーバードライブ付きながらも2足目、3足目が直結ギアと同じギア比のいわゆる加速重視オーバードライブ使用なるものを採用していた時期があり、 ギア比の選択によって、とりわけ、車内走高音の音色が異なる。この例は、後継の車種である CJCELK にも見られる。ありがとうございます。